メリカで一番有名なサンドイッチ。これ簡単、これうまい。どうも、シラシカッポー重吉総料理長の斉藤です。今日は日本人が知らないアメリカで一番有名なサンドイッチの作り方をご紹介します。美味しいのでぜひ最後までご覧ください。ではやっていきましょう。本来パンドカンパーニュ買ったりいろんなチーズ使うと思うんですけども、今日は簡単にご家庭できるようにアレンジしてますので、その食パン使います。食パン2枚使います。食パン2枚に表面にマヨネーズを塗ります。大さじ1で2枚分、お好みで。こんな感じ、アンビートこんな感じかな。ではやってみます。まずバター 5g ですね。溶かします。でマヨネーズ塗ってない方から焼きます。1枚ずつ焼きます。ちょっとフライパンがちっちゃい。大きい人は2枚一気に焼いてください。弱火、これぐらいかな。はい、でお願いします。これを焦げ目つけばいいので、これぐらいの焼き目で OK です。これマヨネーズの方を外側にするんで、もう一枚またバター溶かして焼きます。やっぱり焼き目がつくまで焼きます。あ、こんな感じかな。はい、でこっち側にチーズを2枚から3枚お好みで、チーズを挟み、シュレッドチーズお好みで、お好み 20g ぐらいですね。これ粉チーズ、いろんなチーズ入れることで味が複雑になって美味しくなります。チーズ好きな人いっぱい入れてください。でチーズかぶちゃいます。そこにこれ先ほど焼いたやつを乗せて、水を入れて蒸し焼きします。火は弱火にしてください。しっかりチーズが溶けるように焼きます。こんな感じですね。溶けてきたら出来上がりです。風で終わります。風です。では食べてみたいと思います。チーズがもうチーズすぎて、うわ、うまい。マヨネーズの塩味が効いてチーズがいっぱい入っててうまいです。これ簡単。このねチーズがね、これ本場だったらレッドチェダーチーズとか使うはずなので、今日はまあ冷蔵庫であったチーズ使ったんですけど、何でも試していただければ美味しいと思います。重吉では全国約400店舗ほど展開しておりまして、料亭の味を器のままご自宅にお届けしております。ぜひ晴れの日にはこのチャンネルを思い出していただいて、ご注文いただけると嬉しいです。気になる方はプロフィール欄からご注文お願いします。